smiling, making plans, hiding behind the shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. なんていうの、タラートの一区っていうのかな、をね歩いてみようかな。もうすでに雰囲気がすごい。そう、なんかさ、よく分からず入り込んだ路地の雰囲気が最高すぎる。めっちゃかわいい、なんかドラマで見たタイって俺こんな感じだったまあじゃあちょっととりあえず目的地のところまで行ってみようかな。はーい、はーい。But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're... あれ？向こうだ。ちょっと迷ってるだってここ行き止まりだったよ。え、嘘？向こう？うん、もうすごい路地すぎてわかんない。ねえ、かわいすぎるんだけどここ。古民家って感じがする。うん、ね、めっちゃ雰囲気あるね。あ、これだよ、これこれこれ。え、ここだよ。今回の目的地1個目のね、多分ここ。ちょっと行ってみよう。はい。え、入っていいのこれ。あ、ほら、オープン書いてあるそうそう、大丈夫だと思う。はい。I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still, you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we areThere's something different about us, and the reason why we stay, stay, we fly. 気持ちいいね。うん。すごい静かだしさ、すごいなんか時間がゆっくり流れてるね。最高かも。バンコクにこんなとこあんだね。ね。バニララテ。めっちゃね、バニラのいい香りがしてすごい美味しい。うーん、これ好き。高井宏がコーヒー飲むのちょっと珍しいよね。まあそうだね、あんまり好きじゃない。まあ好きじゃないけど、あんまり好んでは飲まないからね。いかん、ここにおると落ち着いちゃうね。この後行きたいとこいっぱいあるからね。そうそうそう、まだご飯も食べてないし、ね、そうだね。でしかもさ、なんかさ、下にさ、ワンちゃんいっぱいいたよね。ね、あれ子犬でしょ全部。うん、後で見に行こう。ね。おいで。めっちゃかわいい。おい、なんだかな。はい、やばい。連れて帰りたい。犬欲しい。めっちゃ寄ってきてくれる。
すごいみんな顔がもう一方向そう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 柵にね、うん、でなんかこの間さあのジャルンクルン散策したじゃん、うん、あの時にも思ったけどさ、うん、なんかこういうローカル路地みたいなの歩くのめっちゃ楽しいね。ねえ、なんかワクワクしてくるよね。そう、しかも一本ね大通りから入っただけでだいぶ雰囲気変わるしね。ねえ、なんか前とは違う時代にタイムスリップした感じ。うん、なんかほらこういうさ扉っていうの窓っていうのめっちゃ可愛い。うん、ねえ、これはお家なのかな。多分そうじゃない。うん、すごいね、可愛い。まあ、じゃあとりあえず次は。ご飯食べ行くかね。そうだね、お腹空いてきたね、うん、なんかね、美味しいあんかけチャーハンのお店が近くにあるんだって、うん、へー、だからそこに行ってみたいんだけど、よき？行ってみよう。じゃあ OK。 来たー、これが今日お目当てのあんかけチャーハンでね、シーフードと豚とあったんだけど、自分はちょっと今日は豚にしてみました。絶対美味しいでしょ。椎茸と豚がさ、ゴロゴロ入ってる、ね、すごい具が大きいよ。これチャーハンなんだよね。じゃあ下にご飯入ってる。そう、あ、本当だ、美味しそう。ちょっと待って、あのすごい食べたいんだけど、すごい熱そう。火傷だけ気をつけて。チャーハンってことは普通のご飯じゃないんだよね。そう、なんかね、ちゃんと卵で閉じてあるし、あの多分味もついてんのかな、私は。食べてみる。すごい美味しそう。なんかね、見た目すごい色がしっかりついてるけど、うん、めっちゃ優しい味、食べやすい。でもちゃんとしっかり味あるし、すごい美味しい。確かに。何味なの？やっぱ醤油ベースかな。あ、うん、美味しそうだね。これさ、何？ね、めっちゃおしゃれなんだけど。でしょ？なんか今チラッと見えたんだよ。何これ？ちょっとさ、向こうって書いてあるから行ってみよう。Another glass and I am going places. Makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care.あ、かわいい、ここの場所。なんか中庭みたいになってて、これは映えるね。だってみんな写真撮ってるもんね。ここすごいいいじゃん。いいとこ見つけたね、また。やっぱさ、歩いて見るもんだね、いろいろ ね。向こうもちょっといい感じじゃない？あ、これこれこれ何？なんかね、70歳ぐらいのおばあちゃんがバリスタやってんだって。すごい。ちょっと興味あるね。ね。とりあえず行ってみよう。はい。わかった、じゃあ先に行こうか。ね。これ入りづらいよね、だって。じゃあちょっと。勇気を振り絞って。わけないな。ちょっと後に続いてみよう。
待って、これ本当に入っていいの？わかんない。え、これ入っていいの？すごいね、何ここ。これは何、趣味で集めてらっしゃるの？わかんない。でもこの上ってことでしょ、きっと。うん、ちゃんとお店があるっぽいよ。怖っ、ちょっと事故が起きそうなぐらいの階段。大丈夫大丈夫。めっちゃ人いるね。すごい人。あ、ほら奥におばあちゃんいらっしゃるよ。見えるかな。あ、本当だ。Look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I. こういうお店本当落ち着くね。最近動画撮ってるせいかさ、いろいろ出歩くようになったじゃん、昔よりも。でなんかいろんなお店が発見できるようになったよね。そうだね、それがすごいなんか楽しいかも最近ね。こういうところも見つけたりとかさ、目的地行くまでに偶然見つけたお店とかさ、なんかこういう動画撮ってないと見つけられなかった。そう、知らなかったもんね。新しい発見もあるし、新しいバンコクもなんか知れた気がするし。そうだね、本当にまあ動画のおかげだよね。すごい、それはそれで良かったよね。ある意味いい休日の過ごし方かもしれない。そうだね、本当に楽しい、こういうお店見つかるの。落ち着くわね。いいお休みです。